どうも、シュートです。さあ、今回はですね、歴史的大敗を喫してしまったあのチームを僕が救っていこうと。僕、シュートがね、救っていこうと思います。はい、そのチームはこのチームですね。バルセロナ。まあ、スタメンほぼ再現しましたけど、ちょっと違うかな。うん。まあ、ちょっとだけ違いますけれども、まあ、できる限り再現しました。僕はハイライトでしか見れてないんですけれども、ハイライトでもね、心は痛みましたね。あのメッシの顔とかね。まあ、あの顔見るとね、まあ、いろいろとバルセロナは今、闇を抱えてるんだなと。本当に辛いシーズン、コロナ以外でも辛いシーズンだったのかなと思います。まあ僕はあんまりわかんないですけど、まあただ、まあ僕はね、このチームを救ってあげれることはできるので、浮入れないだけでも浮入れないだけでも救っていくことはできるので、早速このチームを救っていこうと思います。で、監督もね、セティエンを使っていきます。まあ早速試合の方やっていきましょう。もう今回は解説もいらないです。さあ、マッチングしましたということで、あ、セメド、絶不調、ちょっとセルジ・ロベルト入れましょうか。まあもう他不調なのは気にせず、ちょっとレジェンド入れすぎるのは良くないと思うんで、後半にレジェンド出していきましょうかね。はい、こんな感じでいきましょう。お相手さんのスカットは、はい、こんな感じですね。まあ本当に2対8、そんなことなんてもう本当滅多にないと思うんでね、僕らがやるサッカーでも2対8なんてね、もう滅多にないじゃないですか。それを考えるとね、まあ途中からやっぱりもう気は抜けちゃうかもしれないですけど、まあ辛いでしょうね。プレイヤー側からしたら、選手側からしたら本当に辛いと思います。さあ、メッシ、メッシ見せろ、メッシ見せろ。いやー、いやー、もう本当フルでは見られないですね、あの試合はもうハイライトでちょっとお腹いっぱいになっちゃいましたね。あの、いろんな感情が出てきてお腹いっぱいになりました。さあ、スアレス抜け出せ。いやー、ナイス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 。中上げろ。早い。オンゴール入ったらね、再現できてるのに。ちょっとあのオンゴール再現したいな。いや、もうほんと、2対8か。そんなこと、自分の現役時代にあったかな。まあでも、バイエルン本当に、強かったですね。もうハイライト見てるだけでも伝わってきましたね。まあ、ハイライトで語りすぎると怒られちゃうんで。怒られてると思うんで。あんまり言わないですけど。ハイライト見てても、バイエルンの凄さは感じましたね。うん。てか最近のバイエルンが、最近っていうかもう前からもう本当にすごい。一番いいチームなんじゃないかなってぐらい、強いですよね。まあ、選手もいいですし。さあ、いやーちょっと、スアレス出したいけど、こうかわして、ダブルタッチ、グリズマ、うわ惜しい。で、最近ダブルタッチハマりすぎてて、めちゃめちゃできるようになったんすよね。ダブルタッチ講座でもあげようかな。見たいっすか。多分僕より上手い人なんていくらでもいますけどね。お前なんかがドリブル勝たんなって言われたら、それはもうごめんなさいとしか言いようがないですけど、見たかったらコメント書いてください。できればやります。さあ、ここ。グリズマン、反転して。時間稼いで。いやー、パスの悪さ。さあ、切り替えの速さ、切り替えの速さ。僕が、バルセロナ見てたのは、そうですね。セスク、フォワードとか、それの時代かな。うん。いや、もうちょっと前にも見てたから。うん、まあでも、中盤は、イニエスタ、シャビ、ブスケツのあの3人でしたね。もう本当に。圧倒的、圧倒的でしたね、あの頃は。うん。ビジャとかも好きでしたし、まあ、イブラとかもね、あのメッシの胸で決めたゴールね、あの、クラブワールドカップかな？日本でやってるやつかな、多分。日本でやってた試合かな？あのメッシのゴールはね、まあ、見てましたけど、多分生でテレビで見てたと思うんですけど、いや、マジで興奮しましたね。日本じゃなかったかな、あれ。もう忘れたけど。いや、あれすごかったっすよね、本当に。テレビで見てて、いや、メッシってすごいんやって思ってたら、まだ最前線で活躍してますからね、世界の。メッシはすごいっすよ、本当に。このメッシを、クラブで大事にしてあげてほしいですね、もっと。もっといいチームを継続してあげてほしい。いや、やばい。危ね。この出すフリいいっすよ、出すフリ。キーパー出すフリめっちゃ通用しますよ。さあ、ここ、サイド切られてるんで、
回中つけて。政治ロメルトレベル上がってないよこれ。やばいやばい。グリーズマン当ての。いや、スアレス当ててメッシ落としたかったんやけど。お、こぼれた。え？え？なんじゃい。やらして。いやー。まあ、前半0-0と。いや、これじゃ救えてないですね。救えてない。救いたい、バルセロナ。僕の中では、まあ、今は正直レアルの方が好きなんですよ。レアルマドリードの方が好きなんですけど、やっぱ自分の小さい頃って言えばもう本当にみんなバルセロナ大好きみたいな。みんなあのサッカーに憧れてたっていうところはあるんでね。今のあんな状態を見るのはちょっと辛い気持ちはありますよね。僕そのコアに応援するチームがなくて、まあ、J リーグだとセレッソ、フロンターレとかをめちゃめちゃ応援するんですけど、いや決められた。くそ。海外のサッカーでねコアに応援するのがないんですよね。だから別にバルセロナもレアルも、まあ、どっちかって言ったらレアルが好きなだけで、どっちも応援してるんで、いやーねー、考えさせられますよね本当に。さあここグリーズマン当てて、メッシ流して、スアレス、いやー、あかん、俺じゃ救えあんのか。救いたい。いやここサイドバック持って、まあ、そこ出させる分にはよくて、縦パス切っといて、オッケーオッケーオッケー、まあ、後ろ向かせたら、まあ、あとはガンプレ。さあスアレス、いや何してんねん。オッケーオッケーオッケー、落とせ。スアレス、重い。重い。くそー、スアレスこんな重かったっけ。しようか。こんな微妙やったっけな。いや、ナイス、スアレス。いや、メッシー。オッケー、ナイス。ちょっとレジェンドの力借りましょうか。レジェンドの力借りましょうか。ファティ使う？アンスファティ。ちょっと CF 適性あったよな。ちょっと使うか。使うか、せっかくやし。98になっちゃいますけど。ちょっと最前線3人交代しますか。さあ、レジェンドと一番の若手の融合ということで。何か化学反応起こしてくれ。頼む。シンプルにレート下げたくないよな。シンプルにレートは下げたくないよな、負けて。引き分けならまあ全然許容範囲なんですけど。ファティ頼むぞ。ファティで決めたらちょっとパホりたいな。ちょっと良くないんやけどパホりたいな。いいかな、許してくれんかな。来たファティ、抜けろ。さすがに無理や、それは。さあ、切っといて。え、取れんか。やばいやばいやばい。ガンプレしすぎんな。オッケーオッケーオッケー。さあ、当ての。いやー、ファティきつい。オッケー。ファティ抜けろ。ファティ抜けろ。いや、ファティ上がっとけって、お前。味方渡しとけ。オッケーオッケーオッケー。おーい。何してんだよ。おーい、ラングレー。いやー、守りきんぞ、ここ。絶対。グラパ、切っとけ。オッケー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 。オッケー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 。いや、もうせめて引き分け。いや、勝ちたい。引き分けじゃ救えてない。バルセロナは救わなあかんねん。頼む、救わしてくれ。やばい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 、ちょ、やばい、やってこい、やってこい、やってこい。オッケー。あそこじゃない。ファティ。落とせ。ナイス。走れ。走れ、ファティ。きつい。起きた。あはは、欲しい。欲しすぎる。何してんねん、外すなや。ミドルすぎたか、さすがに、ファティには。いや、ちょ、やらして、頼む。ありがとう、コナンさん。それは無理や。うわ、終わった。対戦ありがとうございましたということで。いやー、バルセロナを救うのは難しいようですね。今のバルセロナを救うのは難しいようでした。さあ、まあ、やってきましたけども、レートは7下がりました。いやー、バルセロナね、本当頑張ってほしいですね。僕はレアルファンですけども、心の中では
全然バルセロナも応援してますし、本当に大好きなチームなんでね、子供の頃から、まあ、ここから立て直していって、まあ、またもう上昇軍団を、まあ、ちょっとレアルは個人的にはサッカー見ててもって感じなんで、お互いのあれですね、高レベルな戦いを見たいですね。ちょっとこれ叩かないでください。本当に一ファンとしてね、サッカーファンとしてこの2つのチームそそられへんなっていう感じがするので言ってるだけなんで、もうちょっと気にしないでください。はい、ここで終わっていきたいと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。